どうも、おかげさまで49歳を迎えました、即歌塾の久保でございます。えー、今回、宇宙船海馬とね、2205をちょっと拝見しまして。まあ、えー、一言で感想を言うと無知苦手よかったですね。なんかね、こう、感動の連続ですね。うん、やっぱりその、以前の旧作っていうのは、第一作があって、ヒットしたからサラバを作って、サラバがヒットしたからテレビシリーズのパート2を作って、で、その上で、新たなる旅立ち、 ヤマトとトワニ、そして、えー、ラジェンドラゴンをはじめとするね、ボラ連邦との確執のヤマトパート3、そして完結へに向かっていくわけなんですけども、言ってみれば、ぎはぎぎはぎできたんですよね。でも今回は、すべての以前のストーリーを全、すべて辻褄が合うように最初から組み上げていったところが、随分ね、納得感が広がったなっていうところがまず1点ですね。す、え、で、ー、に第1作2199から、 ドメルが白色星団系帝国と戦ってるところがねあったりとかしてあもうやっぱりこの宇宙ってのは1つの国家2つの国家ぐらいでできてるんじゃなくてたくさんの強大な国家がひしめき合ってるんだなっていうのがよく分かりましたよね。えそして、えー、22022205ですか今回もボラ連邦がちょろっと出てきてねでその前に、えー、この暗黒星団帝国デザリアムとの戦いがあるってことを匂わしていって、えー、この前作 をしのぐ勢いいだったなと思いますで以前の作品の時にはなかった概念とかテクノロジーっていうのが例えば携帯電話とかインターネットみたいなのを取り入れた上で今回の作品ですからまあいろんなねもし撮影技術とか演出とかも育っていてで私たちを同じ世代ね私たちが幼い小学生だった頃に中学生だった頃にヤマトを見てワクワクした世代が今度ヤマトを リメイクしてててくれてるってのが本当にね私たちの気持ちを汲んでるところとあと私たちにはない発想をプラスアルファしてくれてるところで非常に感動したなっていうところがあります。ほんと作り手の気持ちもかなりねこう踏み込んだものになってきて私たち視聴者をファンを楽しませてくれてるなっていうのと私がね心から思ったのはあなんでこのね宇宙戦火マとアニメを作る側に今いなかったんだろうかっていうね非常に後悔がありますね。うん、やっっぱりこう田舎で育って 代々木アニメーションスクールとかね、えーまあ、同人誌の即売会とかコミケとかなかなか縁遠かった私の中学高校時代からするともう特別な人がねこういった作品で作るもんだなと思いましたけど蓋を開けてみると前作の「2202」とかね「宇宙船艦ヤマトロ」の羽原信義監督っていうのは私の高校の先輩ですからねだから同じ環境にいても第一線に行けるってことを堂々と証明してくださったということでもありますけども うん、まあ今回そういうね考えも込みですごい作品だなと思いましたでちょっとね作品の中のことを触れるとこれあのー、ネタバレをねさしちゃうかもしれないんでちょっと配慮しながらなんですけどもあのー、なんかね人間関係がうままくできてますね、えー、今回ちょっとスピンオフ的な視点で見るとその徳川さんの息子さん徳川たすけねいたじゃないですか徳川 ささんんのああれでですすよよねねまっ、あ、っ子子だったから息子さんですよ、ね、今回お腹でっぷりしてたあれと第1作でアメリカじゃないやあのガミラス側に行ったねヤブっていう機関士がこれがね親戚関係にあるってところがなかなか面白かったですよねで愛子ちゃんっていう妹みたいなのもいるんですよね確かねあの徳川さんのお孫さんに愛子ちゃんっていうのがいてそれもなんか出てくるかなっていうところとえっ、ー、とあとねヤブ機関長がヤブ機関長じゃないヤブっていうね 徳川さんの右腕だったあ彼が、実はガミラスに行って家族を得ていたという、安らぎを得ていた、自分の場所を得ていたっていう、なんかそのロスジェネ世代のここにはね、悲しみ、苦しみ、喜びがそこにね、見え隠れしたようなのは私は気がするんですよ。まさにこれも現代の世代を映している大和の中にうまーくそれをね、えー、盛り込んだものだと思いましたね。そしてこのヤブ機関士の奥さんっていうのが、なんかジャイアンのお母さんみたいなね、滑腹で、 なんかかさを感じたなっていうところでね、うん、これかなり意識して多分この人物を作ったんじゃなかろうかと思ってますえその奥さんと子供たちお腹にいる子どもも今ガメラスが崩壊して避難船団には乗り込んだんだけどもどうなってるか分からない状態でえテイクオフの後半を迎えるということで私はね、まあ、生きて再会するという形になってほしいなと思いますしきっと私たち世代のうん 原作作をを脚本を作る大和スタッフの方だったらヤブの掴んだ幸せをもう一回ねつかましてくれるんだと思いますんでね、えー、この家族がまた相まみえることを本当に期待しております。それからね今回ね面白かったのがあの何点かあるんですよ。というのが宇宙船外務と2199ではもともと地球を救うため もしくは地球を脱出するために作った大和に第一期生として乗り込んだ古代や島たち、えー、まああのー、最後のね精鋭たちがいたわけですけども彼らがまあ地球を救って帰ってくるっていうところで大和の歴史はまずでできたわけなんですよそれから何年か経って、まあ、2202時代もあったんですけども徐々に古代たちも出世して世代交代を迎える時期に今回新入生みたいな形で土門竜介とかねそれから北野とかね ああ,ああいう優等生とかがガーッと入ってきて、で、バンドもそうですし、京塚美也子さんっていうのは、まあ、以前はなんかおばさんみたいな感じで出てきた覚えがあるんですけども、今回は、なんかその美少女で,であの同期生として出てきて、その同期生のキャロラインとかも込みでの、同期生のキャラクターと、その人間関係がとってもよくって、私たちが新入社員の頃、確かこんな感じでワイワイガヤガヤやってたなみたいなのをちょっと思い出してね、これもロスジェネ世代、昭和生まれ世代の新入社員時代をちょっと思い出してね、なかなかっとこう、 共感といいううか親近感がが出たなってとところがありますねうんとにかくそういうのも込みで人間模様が私たち40代50代の世代にむちゃくちゃオーバーラップしててまさに作る方がね作ってる人たちがロシア人世代ですからそういうことになってるんだろうなと思いますけどもあちょっとバッテリー切れそうなんで一旦切りますね。